やばい、マジでやばい。どうも内山美恵です。やばいんです。とにかくこれからまだ編集もしなきゃいけないし、家のこともしなきゃいけないし、旦那さん帰ってきたからまだご飯も食べさせないし、困った。実はね、明日からまた長距離移動をしなきゃいけなくて、しばらく家を空けるんですよ。なので今この見えます、ピンクの埋もれてて見えない、このねピンクのスーツケースの中に入ってた服を全部出して、これからパッキングをしなきゃいけないんです。めちゃくちゃ時間がないから大急ぎで今から旅支度をしていこうと思います。どんぐらい早く私が今回のトリップで支度ができるのか、ストップウォッチで、ん？アラーム？タイマー？ストップウォッチ？どっちですか？なんていうの？これちょっと、ストップウォッチですね。これで、どれぐらいでパッキングが完了するのかやっていこうと思います。レディー、え？この状態から？だってプラマイだって今マイナスだよこれ、やばいよね。よし、じゃあ行こう。レディーゴー。チャチャチャンチャチャチャンチャ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 ン、ほい、チャンチャカチャン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 、チャルルルンって、あ、そうそう、今回ねちょっと服選びに困ってて、困り果てちゃってこんなことになったんですけど、ちょっとね、あ、密着動画でねまた出せたらいいなって思うんだけど、かしこまったところの会議に出る予定があるので、その服をどうしようかなっていう次第でこうなりました。いよいよでね、まずは服を決めないとしょうがないんですよ。あー困った、全部引っ張り出しちゃってせっかく片付けたのに。支度していこう。私今回何泊するんだ、まずやばい、こんなことをしてる間にももう時間が過ぎていってしまう。今回何泊するんだろう。私かしこまった服が2着、ゴルフウェア、そう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 、それもね用意しなきゃいけないんだ。あ、服そんなにいらない。オッケー。あれ東京暑いのかな、天気。いやでも暑いよね多分ね。あ、でも梅雨だしね、どうなんだろう。はい、とりあえず着たいかなって感じの服がね詰めてみました。詰めれたよ。うん、これでしょ、パン靴下めっちゃ気に入って履いてます。で、靴下入れて、靴下入れて、インナー入れて、あ、そうそう、今回さかしこまった服を選ばなきゃいけなくって、ちょっとね今ねこういう感じでどうかなと思って、これちょっとジャケットの中にこうやってねこう羽織りまして、でこんな感じでちょっとかしこまってる風な。でもね2日間あるからね、これ1日目としてもう1日考えなきゃいけなくて、それがこれどうかなと思って、こういうなんていうんですか、白いシャツをこう着て、あれこれ黒いパンツでいいじゃんね、黒いパンツにこうやってちょっとなんていうの、こう入れてこう、あ、これにしよう。あ、え、いいじゃん、できた。これでちょっとなんかさ、なんか入れてさ、なんかねいいよね。できたできた。で、これで2日間はこの服は忘れないように持っていくと。で、下この黒いパンツでいいかな、いいよね。でも2日間黒いパンツ、まあありか、いいよね。うん、そうしよう。それからね、もう一個考えたのが、これちょっとピンクすぎるか、ちょっと違うね、これやめとこう。ってこと
ことはこれ2日間でしょ。あと私服こんなにいるんだ。気分でね、着たい服変わっちゃうかもしれないし。いや、もう一個考えたのはさ、こういうなんかちょっとツルツルめなやつに、なんかこれジャケットでどうかなって思ったんだけどさ、どっちがいいかな。黒でいいね。うん、でも一応持っていこうかな。一応持っていく。でもし寒かったら嫌だから、なんか羽織る系のやつは1枚2枚3枚4枚。オッケー。であとこれ入れて、これ寝巻きなんだけど、寝巻きこんなにいらないよね。ちょっと厳選しよう。いやでもいるかもしんないよね。危ない、持ってかないと。いろいろだって寒かったら嫌だもん。もしかして暑い？他もっと暑い？なんでこの荷物多いの？服ができたっぽい。とりあえず服たち完成。これだけ持ってけば間違いないっしょ。とりあえず、OK。ゴルフなんだけど、これの中に何を着たらいいかってちょっと悩んでるから、それもね決めなきゃいけないんだよね。やばいやばい。あ、でもそんなに高くなかった今。一応これからの時期日焼け対策していかなきゃいけないから、スカートでねちょっと生足っていうのはもうアスリートとしてはもうちょっとねどうなのかなっていうのもあるんですよ。これね、コロンビアからねこんなやつがあるから、ちょっと履いてみようかな。あとね、ベルトもね、これ通販でポイントで買ったんだけど1500ポイントぐらい余ってて、それでね買ったんですよ。だから実際タダでございます。ちょっとねこれも合わせたいんだよね。なんかさ、これトレーニングの時めっちゃ良さそうじゃない。これね、ダンベルみたいなやつとかちょっとめっちゃ強そうなんだけど、普通にありだよね。え、どうなんだろう、こういう。じゃあちょっと見えてるのがあれかな。今度ね、こう灰色のちょっとしましまにしてみたんだけど、どんな感じでしょう。こういうね、黒っていう、こういう感じ。これどう、やっぱ黒の方がいいんかな。ちょっと下変えてみようか。よし、次がね、これ灰色、灰色。おお、こういう感じね。あ、これもね、なかなかいいかもしれないね。うん、これ3着目がね、ちょっとね灰色なんだけど、なんていうの、こうしましま8分分みたいなやつ。あー、でもさっきのやっぱ黒が一番いいかもしれないね。さっきの黒黒かな。はい、着替えたよ。さっきの服さ、パッキングしないと持っていけないから寝巻きになりました。決めたよ。これと T シャツで、このねしましまよりも黒いやつと、あれこれだっけ、どれだ、これか。これでちょっとねかっこいい感じでコーディネート夏バージョンいきます。あ、やばい、そうだ、ベルト、そうそう、ベルトコーディネートするの忘れてたじゃん。どっちがいいんだろう。まあいいか、2つ持っとけばいいか。はい、 OK。 とりあえず服が決まったから、あとは風呂道具とかよ。いしょー。これが普段持ち運び用のパソコンとか全部一式入ってるカバンでしょ。お風呂道具でしょ。おやつね、朝にお昼ご飯と、夕ご飯はまあきついかもしれないんだけど、ちょこちょこつまめる食事をね、もう一個クラバッグ1個分あるのと、手土産、あと何がいるんだ。こんなもんで合ってるかな。なんか少ない。こんなもんか。スノーボード用品がないとここまで少ないんだね。そんな感じで、何分経ったんだろう結局。結
結果は、36分ぐらいかかってましたね。いつもダラ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 支度しちゃうからね。はい、そんな感じで不安はめっちゃ残るけど、一緒に見ててくれてありがとう。おかげでやっと重い腰が上がってパッキングすることができました。貴重なお時間ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらグッドボタン、まだの方チャンネル登録お待ちしております。 Twitter、Instagram もいますので、内山めいで検索フォローよろしくお願いします。よかったらね、他の動画も出してるので関連とか再生リストからぜひぜひ見てやってください。お友達にシェア拡散してもらえると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。